初代ハンズドン・男爵ヘンリー・ケアリー初代ハンズドン・男爵ヘンリー・ケアリーはイングランドの貴族、政治家。父はサー・ウィリアム・ケアリー。母はヘンリー・パッセイの愛人とされるメアリー・ブーリン。シューダー朝最後の女王エリザベス一世の母方のいとこにあたる。ウィリアム・シェイクスピアのパトロンの一人でもあった。メアリー・ブーリンは1515 15年からヘンリー・パッセイの愛人となったが、 5年後の1520年に、お払い箱になりサン・ウィリアム・ケアリーと結婚した。ヘンリー・パッセイは結婚後も、メアリーとの関係を続け、ようやく王との関係を解消したメアリーは子供を産んだ。そうして生まれたのが娘キャサリンと息子ヘンリーだが、メアリーのシマイアン・ブーリンをはじめブーリン家は、結婚をめぐる清掃で、ヘンリー・パッセイに粛清され、メアリー母子しか生き残れなかった。 1558年に、ヘンリー・パッセイとアンの娘で十枚のエリザベス一世が即位すると、翌1559年にハンズドン男爵に任じられ、ハートフォードシャーの領地と、偽上英死体隊長の地位を与えられた。また姉キャサリンは助官に、その夫、フランシス・ノールズは副区内長官に、メイ・エリザベスは次女に任命され、ブーリン家はヘンリー・パッセイ時代の不遇期から立ち直った。 1562年、エリザベス一世が重病に倒れると必死の看病で手当てを尽くした。これが効いたのか女王は体調を回復、数密顧問官に任命された。以後も女王に従い、1569年に北部諸侯の乱が発生する土地圧軍に加わり、1585年に宮内長官になった。1588年に、 スペイン無敵艦隊襲来の知らせがイングランドに届くと陸軍総司令官のレスター博、ロバート・ダドリーに命じられ陸軍副司令官としてロンドンにいる女王の警護に当たった。1594年にイングランド劇団への介入に乗り出し、ダービー伯爵、ファーディナンド・スタンリーを亡くして被護者を失ったストレンジ教一座のパトロンとなり、区内大臣一座と解明。 再出発した劇団の宿場の工業許可をロンドン市長に求めるなど劇団を後押しした。また、向こうで海軍教でもあるエフィンガムのハワード男爵、チャールズ・ハワードにも働きかけて海軍大臣一座の強化を図り、宮内大臣一座と並ぶロンドン二大劇団の成長に一役買った。宮内大臣一座に当初から入っていたウィリアム・シェイクスピアは作家として 活動を続け、この時期に書かれた、夏の世の夢は1596年2月に行われた、ハンズドン男爵の孫娘エリザベスとトマス・バークレイの結婚披露宴で初演が行われたと言われる。1596年、70歳で死去。ジョージが、ハンズドン男爵を継いだが、区内長官は、コバム男爵、ウィリアム・ブルックが引き継ぎ、宮内大臣一座は一時ハンズドン卿一座と、 解明した。コバム男爵は、ヘンリー4世、第一部の登場人物フォルスタッフに対する扱いに、怒ったため劇団とソリが合わなかったが、翌1597年に、コバム男爵が亡くなり、公認の区内長官に、ジョージが就任したため市沢なお区内大臣市沢に、戻しジョージも、劇団の庇護を引き継いだ。以後も、区内大臣市沢、 エリザベス一世が亡くなる1603年まで代々、区内長官の秘護を受け続け、エリザベス一世亡き後に即位した、ジェームズ一世が新たなパトロンになり、国王一座と改名した。アンモーガンと結婚、15人の子を設けた。諸子にバレンタインがおり、エクセター司教に就任した。また、エミリア・ラニエという愛人がいたが、 シェイクスピアのソネット集に登場する黒い肌の女性ではないかと推定されている。石、P30、P49、P50。石、P227。高橋、P554。石、P319、P320、P358、P457。AB I P42。高橋、P554、P555。有機 P127P128P136P137 かわい P47 高橋 P555 結城 P142P166P211P212 かわい P73 結城 P152P155 ありがとうございます